大館の城空港は、秋田県北秋田市にある地方管理空港である。愛称は、秋田北空港であるが、愛称の使用範囲は、限定的である。また、ターミナルビルや駐車場などの施設は、道の駅大館の城空港と兼用になっている。秋田県北部の高野ス盆ン地の中央に位置し、大館市、野城市などを、主な利用圏とする。周囲に、白上山地、 とわだこ、八万体など豊かな観光資源に恵まれた観光拠点空港である。大館の白空港インターチェンジが開通し、東北自動車道と直結したことにより、弘前市も利用圏に入った。秋田空港と青森空港の中間にあり、他に首都圏まで直通する公共交通機関は、JR 大宇本線の寝台列車明けぼのしかなかった。そのため、 在来線と秋田新幹線を乗り継いでも約5時間もかかっており直行便の運行により約1時間への短縮を目指したものであった。これを受け秋田県が事業費約457億円をかけて北秋田郡高野須町大野台に建設し1998年7月18日に開港した滑走路は11-29方向に2000メートルで 平行誘導路はなく、滑走路両端にターニングパッドを備える。軽機着陸装置は滑走路11にカテゴリー I が設置されている。天候不順による欠航、遅延も多く、青森空港と同様に霧に弱い空港として知られるが、青森空港が設置したカテゴリー3の設置には、費用対効果の面から消極的であると、河北新報などで報じられた。 年間利用客数は開業当初から秋田県の空港建設計画所にある40万人の予測を大幅に下回っておりピークの2003年には年間17万人586が利用し以後、減少した2019年は15万4069人と回復傾向にあるが東北地方で最も利用客が少ない空港であるそのため設置者である秋田県は 毎年5億円を超える赤字補填を続けていると見られている。蜂のつく日は午前到着便に合わせて本物の秋田県が出迎え触れ合うことができる。FDA のチャーター便空港ターミナルビルは滑走路北側に一棟で地上3階建て。大竹の城空港ターミナルビル株式会社が運営している。内部は国内専用の設備のみ持ち。 国際線の設備は特に備えていない。秋田杉を主とする木材を随所に使用し、森の空港を演出。色調的にも周囲の環境と調和するカラーでデザインされている。ボーディングブリッジは一機を備える。送迎デッキの一部を含むほぼ全域で、公衆無線ンが利用可能。一階チェックインド B 道の駅大館の城空港は、 秋田県北秋田市は木上あから虫隊にある、秋田県道324号大館の城、空港東線の道の駅である。航空機の運行がない時間帯にも空港に立ち寄って、もらうことを目的に設置された。外洋道の駅として新たに建設されたのは、第3駐車場のみで、ターミナルビル内のレストラン、売店、オープンカフェや、駐車場、犬専用トイレシンボルゾーンなどの既存の、 空港施設が道の駅である。飛行機の離着陸を見学できる送迎デッキは無料開放されていて、毎月1回大空市が開催され、地元の野菜、漬物、菓子などの販売や屋台の出店もあり、不定期でロビーコンサートも行っている。第1点に駐車場の利用時間は7時30分から19時45分までだが、空港入り口交差点脇の 第3駐車場とトイレ、飲料自動販売機は24時間利用できる。空港と道の駅を同一施設で運営しているのは、他に、のと空港がある。ターミナルビル営業時間7時45分から18時30分、年中無休、無線 LAN、シンボルゾーン、白上山地母新像のモニュメント利用時間7日までは、無料、8日、以上駐車する場合は、 インフォメーションカウンターで申し込み手続きをして、最大20日まで利用できる。第3駐車場以外の利用時間は、7時30分から19時45分まで。最大2万人収容の多目的広場、大館の城空港周辺の緑地の利用増進を図り、ゆとりのある県民生活のため、秋田県大館の城空港周辺ふれあい緑地を、空港西側の脇紙に設置した。 ベイり口は、秋田県道24号高野須河井道側線の川口南交差点と、空港地下道の中間付近東側にあり、県道東側のフレアイプラザゾーンにある展望台からは、白神山地や森吉山が一望できる。西側のセンターゾーンには、最大収容人数2万人の多目的広場や、クロスカントリースキーコースがある。また、 北西側約 1km には、国の史跡伊勢道線遺跡がある。指定管理者は、株式会社 UI ビルサービス県北支店。フレアイプラザゾーンセンターゾーンクロスカントリースキー、コース ANA チェックインカウンター、大館の白空港 IC、リムジンバス、大館線航空便の運行に合わせて運行し、予約なしで乗れる。航空便が運休の場合は、リムジンバスも運休する。 空港の折り合いタクシー、の代線転送元、カテゴリー道の駅大館のし空港に関するカテゴリー、秋田北空港に関するカテゴリー、ありがとうございます。